お正月にぴったりの梅の花の市松模様です。赤い色紙を十折りにします。十折りはちょっと面倒なので、ここでは型紙を使います。型紙の作り方は別の動画がありますので、そちらを参考になさってください。型紙をこんな風にぴったりと当てたら、しっかり押さえて、この斜めの線のところに合わせて折ります。で、ここを折って、もう半分に折ると十折りの出来上がりです。十折りができたら梅の花の形に切ります。丸く切るとできます。ハサミの奥の方を使って切ってください。この枠も使います。折り目をしっかり伸ばしながらゆっくりと開いてください。梅の花の方も開きましょう。ちっちゃいとやりにくいですよね。子どもたちと一緒にやるときにはもっと大きな色紙を使うといいですね。そして大きな壁面に貼りましょう。この枠は裏返して糊をつけます。これを白い紙に市松模様になるように貼っていきます。向きがありますから気をつけて、花びらがてっぺんに来るようにこの向きに貼ってください。これで白梅ができました。赤い方の梅は裏返して真ん中に糊をつけて、ちょっと立体感が出るように貼りましょう。白い梅の方も白い紙で作ると立体感が出ますが、手間が倍かかります。おしべはこれ絵の具で面相筆にたっぷりとつけて描いています。面相筆がない場合は絵の具のチューブから楊枝などに直接絵の具を取って置くようにして描いていくといいですよ。掲示するスペースを考えて大きさや枚数を工夫してみてください。